今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日はいの町のチポッラにやってきました。伊野の大黒様のすぐ近くですね。はい、チポッラです。では入ります。はい、ここ久しぶりやん。検問どこに？いや、先やってもらったここにも全部。まずあれ行ってきたら。今日の広がりランチはとんかつですね。で、レギュラーメニューはこんな感じです。モーニング、白玉きな粉とかありますね。こんな感じです。日替わりに来ました。今日はとんかつですね。ありがとう。ホットコーヒー。ご飯大盛りにしてもらいました。では、いただきます。うん、揚げたて。コーヒーにしました。ここおやつつけてくれるんですが、なんか多いですね。アーモンド飴、キャンデーでしょうね。チョコじゃないのが残念ですが。なんかルガーみたいなやつですね。はい。うん、十分コーヒーと一緒に食べられます。そうなんだ。コーヒー美味しいです。佐川町の鴨の里にやってきました。梅花王蓮花祭りののぼりが出てますね。こんな感じで、はい、咲いているそうです。では今から梅花王蓮を見ていきます。地図もらいましてこんな感じです。はい、現在地ここですね。ここをぐーっと行って梅花王蓮の自生地がで、一昨年はここをさらにずっと登って、山頂の方まで行ったんですけども、今回はこの道を行ってぐるっと回って帰ろうと思います。でも半分ぐらいだって。うん、はい。まだ半分ぐらいしか咲いてないそうですけど、まあ行きましょう。はい。では歩いていきます。花祭りの上りが立ってます。牧野富太郎が好きな花でしたね。で、佐川町では牧野富太郎が NHK の朝の連続テレビ小説の主人公になるということで大盛り上がりでして、これで観光客増えればいいんですけどね。では踏切を渡ります。梅花王蓮見学者の皆様へ。車では行かないようにということでした。ちゃんとところどころにこうやって矢印もつけてくれてて間違いようがないですね。これあ、見て帰ってきてる人たちもいますよ。あ、坂道がずっと続いてて息が切れます。到着したようですね。ここまでで14分、800メートル、標高差58メートルですか。結構登ったね。あ、ちゃんとベンチもしつらいでるわ。川の里バイカオレンジ聖地、一方通行だそうです。はい、早速咲いてますよ。このちっちゃいのがそうです。これがどうかな。ちっちゃな花です。1センチぐらいですかね。ずーっとこの足元咲いてますよ。まあでも綺麗にこう遊歩道してますね。すみません。ごめんなさいね。この太陽の当たってるところがいいかな。はい。地図によればここをまっすぐ行くと周回して帰れるようですので、先へ進みます。前はここから戻ったのよね。そこに群生してますね。本当にちっちゃい花。はい。花見の場所です。はい。尾根道まで進むと行けるようです。あそこまで登るわけね。どうやら尾根まで上がってきたようですね。これで、はあ、結構疲れました。展望良ければいいけどね。どうでしょうか。まだ登りがある。そうなんだ。あ、その登りね。上がりじゃなくて旗ね。はい、焦りました。あ、やっぱり上りだ。ガーン。スニーカーではちょっと厳しいぐらいのシャドウですね。滑らないように注意していきましょう。どうやらシャドウまで上がってきたようです。あ、思いのほか近くてよかった。はあ、どこまで登るんだと心配しておりました。はい、ああ、そうそうそうですね。前はここを登って山頂まで行ったんですが、もう今日はやめます。そうなんです。帳簿があそこあればね行くけど、帳簿ないもんね。はあ、息切れました。でもここからでもこのずっと日高まで見えるもんね。はあ、綺麗だ。水仙、そしてそこにはロウバイ。これは、そしてそこにはロウバ。ロウバ、自分で言っています。自虐ネタ。ずっと竹やぶの中を降りていっています。上りで暑くなったので上着を脱いだオーバー。なんでも語尾にオーバーをつけるんだね。人に言えるんか。大犬のふぐりが咲いてます。ずっと下ってきました。あそこに六勝神社見えてますね。2両じゃん。高知では珍しい普通列車の2両編成。久坂川まで歩いてきました。川沿いに上流に向かって歩いていこうと思います。ちょっと風が強いね。はい、道路に出て氏谷川一枚大橋橋入り口まで歩いてきました。立ってるってことはここに駐車してもいいってことなんだ。そういうことかな。うん、はい、ここに神社があります。和田摘神社。間違えています。でも似てるよね。似てないと思う。かなり似てないと思う。社殿新しくなってますよ。この社殿の前に一枚出しがありますね。これです。これが橋だったそうですね。氏谷川一枚大石橋。江戸時代の終わり頃にあったと、松山街道にかけられていたということです。はい、では参拝します。JR の土佐鴨駅まで歩いてきました。あれが駅舎ですね。かまぼこみたいな形です。で、ここずっと道路工事やってて、歩道を作ってますね。もうすれ違いができないぐらいの道だったんですけども、だいぶ広くなるようです。楽しみです。鴨の里の駐車場まで戻ってきました。ここまでで64分 3.88 キロ。累積標高差141メートルでした。ちょっとまだ半分ぐらいですかね、5分咲きぐらいでしたけれども、バイトをね、見ることができました。それではまた。今日は風が強くて寒くなります。気温は10度以上。